21年前、土砂降りの雨の中で起きた誘拐事件。犯人は父の愛人。誘拐されたのは私。私はその人を本当の母だと信じていた。かおりちゃんだよね。あの誘拐事件のこと聞きたいんだけど。誘拐犯に育てられたとかって特殊すぎて、なんかうちの家族は壊れちゃってたからさ。世界一悪いあの女がうちをめちゃくちゃにしたんだ。来て。どんな風に叱って、どんな風に仲良くなっていいか分かんない。私だってね、ちゃんと素直な母親になりたかったのよ。なぜ私だったの？なぜ誘拐したの？大好きよ、香織。8日目の蝉。